NFT っていわゆるメタデータ、いわゆるその情報ですよね、名前がどうとかどうのこうのとかで、文字情報しかブロックチェーンに入ってないっていうふうに言われてるんですけど、実はもうちょっと次のフェーズにもう実は移っていて、まあ、実際のデータ自体ももうブロックチェーン上に、もう格納されてるというのが、まあ、あの実際のところであると。ファイルコインというのが、まあ、これも Web3、も完全に Web3 のプロジェクトなんですけど、まあ、その中でもかなり、まあ、結構スタートも早かったですよね。もうここ 2年ぐらいはもうずっと名前見てたぐらいなんで、やっと形になってきたかなみたいなところも、まあ、人のプロジェクトではあるんですけど、まあ、上から目線で、目線な感じですけど、まあ、そういうのが、まあ、ちょっとファイルコインを、今回はちょっと取り上げさせてもらうという感じですね。で、まあ、これどういうことなのかっていうと、結局あれですね、これオープンシーとかでも使ってるんですよ、実は後から説明するんですけど、 NFT っていわゆるメタデータ、いわゆるその情報ですよね、名前がどうとかどうのこうのとかで、文字情報しかブロックチェーンに入ってないっていうふうに言われてるんですけど、実はもうちょっと次のフェーズにもう実は移っていて、まあ、実際のデータ自体もうブロックチェーン上にもう格納されているというのが、まあ、あの実際のところであると。で、オープンシーなんかは、あの格納するのに、その実際のデータを格納するのに、ファイルコインを使ったりするんですよ、バックエンドとして。で、まあ、それ自体は、まあ、ブロックチェーンでもあり、まあ、分散型のストレージであるというところなんですけど、オープンシーのバックエンドを手伝っている、まあ、システムであると。クラウドってみんな、あのまあ当然聞いたことあると思うんですけど、クラウドもブロックチェーンでやるとどうなりますかというのが、まあ、ファイルコインの大雑把な、まあ、大まかな概要であるということですよね。ファイルコインは分散型のストレージネットワークですと。人間の一番重要な情報を保存するために設計されたネットワークであるということですよね。まあ、当然ストレージなのでデータを保存するという機能があります。でウェブサイト用のデータ、まあ、ビデオを格納する、ダップスの、ウェブサイト、ポッドキャストのデータ、まあ、とにかくいわゆる今サーバーでやれてるものに関しては、ファイルコインのシステムで全部できますよというのが、やはり一つの売りになっているというところですよね。あの通常の今のクラウドと違うのは、皆さんもスタートプロバイディングみたいなのを提供する、ストレージを提供することができますよ。やっぱりファイルコイン自体は自分たちでサーバーを持って、それをなんていうんですかね、サービサーとして提供するということはしていないと。何をしているかというと、そこのいわゆるソフトウェアだったりというところを、まあノードになるための、後から説明しますが、いわゆるそのみんなで自分たちでいわゆるファイルのストレージ領域を提供して、そこにみんなで格納していきましょう。AWS とかだと、まあ、Amazon が自分の、お金でサーバーを買って、でそれをデータセンターに入れて、でそこに、まあ、AWS 独自のソフトウェアを入れることによって使い勝手が良くなる。でそれがいわゆるクラウドというものですけど、まあ、それと近いようなところを、みんなそれぞれが少しずつストレージを持ち寄ることによって、一つの大きいストレージネットワークを作っていこうというのがファイルコインというところですね。僕もまあ、実際ウェブサイトを詳しく見たら今回初めてだったんですけど、結構ね、実はあの誰でもなれますって言ってるんですけど、かなりまああれは高いです、参入障壁は高いです。だから、ビットコインのノードになって、いわゆるマイニングをするわけですよね。マイナーというのはビットコインのノードの一つになって、いわゆるビットコインのトランザクションを生成する手助けをするから、報酬がビットコインとしてもらえる。でファイルコインはそのストレージのノード、いわゆるみんなで分散したストレージを、提供することで、まあ、それで報酬をもらうというのが形なんですけど、そのためのソフトウェアがないといけないわけですよね。まあ、そのためのソフトウェアだったりドキュメントだったりというのが、まあ、ここにはあるんですけど、結構参入障壁は比較的高いかなというところですね。1ペタバイトだったかな。だからもう1テラとかっていうレベルのを提供しますよっていうところだと、やっぱりちょっと難しいというところもあって、まあ、参入障壁は高いですけど、まあ、企業が
そのホームページとかを提供しているような会社があったりするじゃないですか、日本にもね。でそういうところが、まあ、次は Web3 だからっていうところで、その自分たちが持っている物理的なサーバーの領域を開けて、まあ、ここの例えばファイルシステムに、ファイルコインのところに提供すると、ホームページ作りたいですとか、ウェブサイト作りたいですとか、いわゆるワードプレス作りたいですっていうふうにお客さんから月500円とか1000円とかもらってる以外にも、まあ、こういった使い方ができるので、まあ、業者とかは結構やりやすいのかなと思いますね。概要は大丈夫ですかね、分かりますかね。結構まあ簡単は簡単ですよね、仕組みとしてはね。サーバー使いたい人のためにみんなでサーバーの領域を提供して、それで、一つのクラウドネットワークを構築していこうというのがファイルコインの本質ですということですよね。で、これ何がすごいんだっていうところなんですけど。